はい、それではこんにちは。スタンダード物理電磁誘導ということで、今回行っていく内容としてはですね、磁場中を回転する導体に生じる誘導起電力を利用してですね、直流の発電機を作りましょうと、いったですね、内容になります。今回ですね、扱っていく題材としてはこのようなね、回路で、この金属棒をですね、回転することによって、電流を生じさせましょうと、まあ、そういったですね、問題を取り扱っていきたいと思います。では問題に移っていきましょう。はい、問題文読んでいきます。太い銅の棒で作った半径 L メートルの円輪の中心 O から OP1、OP2、OP3、OP4 の4本の針金を円周に渡し、円輪を水平に保ちながら O を通り、円直な別の針金 XY に接触させる。一方は XY、軸の XY と円輪との間に R オーム、ラージ R オームの抵抗を接続し、円直上方に B ウェイバーパー平方メートルの磁束密度を持つ一様な電解をかける。XY を軸として頭脳向きに一定の角速度で円輪を回して発電機と主として利用するとき、次の等に答えなさいと、いった内容になります。はい、ということでまずですね、OP1 に発生する誘導起電力の向きを、まあ、求めてくださいという内容です。まず動く導体棒に関してはですね、こちらのようにフレミングの右手の法則が成立してきます。でその時右手を何に使うかと言いますと、はい、親指は導体棒が動いていく速度の向き、そして人差し指は時速の向き、そして、中指はですね、起電力の向き、ということになってきます。従いまして、この法則を使ってですね、 OP1 に発生する誘導起電力の向きを求めていきますと、はい、皆さん右手を使ってまず親指合わせてくださいね。親指動いていく方向に合わせましたかね、 OP1 のね。で、次人差し指を時速の向きに合わせてくださいね。はい、そうすると中指はどちらに向いてますか。はい、そうですね、中指は O から P1 の向きに向きましたよね。はい、つまり電流の方向っていうのは O から P1 の向きに流れていくということになってきます。つまり電子の動く方向っていうのは電流の向きとは逆向きということになりますから、自由電子の移動方向っていうのはこちらの向きになってくるということになります。で次にその大きさはということなんですが、はい、ある時間デルタ T の間にこの OP1 ね、OP1 の OP1 がですね、横切る時速の面積っていうのをですね、求めていきましょう。はい、ということで、まずその横切るこの OP1 がですね、ある時間デルタ T の間に横切る面積っていうのはこの面積になりますので、はい、まあ例えばこの半径っていうのが
ラージ L メートルだった場合ですね、πL の2乗 ×2π 分のオメガデルタ t ということで、横切る面積っていうのは2分のオメガ L の2乗デルタ t というふうな形になります。従いまして、ここでファラデーの法則に代入してやると、はい、N っていうのは今回はこれ1ですからね、1代入させて、でかつこの φ っていうのは BS ですから、 V は、はい、この B×ΔS ですよね、分子の方はね、はい、そうすると、まあ、これを、まあ、ΔT 分の BΔS のを代入してやるとですね、デルタ t 分の、はい、2分の b かけるオメガ l の2乗デルタ t ということで、まあ、2分の b オメガ l の2乗ボルトと、まあ、いうふうにですね、出てくるわけですね。なしたがって、まあ、このようにですね、な考え方を使って同様にこのローをですね求めてやると、まず OP1が単位時間に描く面積っていうのは、まあ、先ほどと同様で、この一周、あ、ね、一周この円の面積っていうのは πL の2乗ですよね。πL の2乗、なので πL の2乗かける 2π 分のオメガデルタ t と、まあ、でこの単位時間2なので、単位時間なのでオメガかける1秒ですね、オメガかける1秒ということになりますので、はい、πL の2乗かける 2π 分のオメガと、あ、いうことになってきますので、2分の1オメガ L の2乗というふうに OP1 が単位時間に描く面積が求められる。で次に OP1 が単位時間に横切る時速はというと、はい、時速は1平方メートルあたり B ウェーバーありますから、今回2分の1 L の2乗オメガという面積を、導線がこう横切るわけですから、 B かけるこの面積ですよね、 B かけるこの S ですから、2分の1 B かける2分の1 L の2乗オメガということで、2分の 1BL の2乗オメガというふうに求めることができます。でここからですね、誘導起電力の大きさを求めていきます、ね、B、ここのデルタファイ、デルタファイは2分の 1BL の2乗をオメガデルタ S、デルタ T と、いうことで、これをデルタ t で割り算すると、はい、こちらですね、ファラデーの法則によって、求めた結果というのが2分の 1BL の2乗オメガボルトと、まあ、いうふうに求めることができます。で、この回路、じゃあ実際どういうふうに考えればいいのかっていうことなんですけれども、まあ、今ね、先ほどこの OP1 についてだけ、考えたわけですが、電流っていうのは O から P1 に向かっているわけでしたね。 O から P1 に向かっているということは、電池の向きとしてはこういうふうなね、向きになってくるんですね。で、まあ、他の導線もね同じようにして、フレーミングの右手の法則で確認してやると、こういうふうなね、形になっていますね。はい、つまりですね、こういうこのようなですね回路が、まあ、成り立ってくる、成り立ってきている、成り立ってくるぞと、いうことになりまして、これをですね、簡易的に表すと、まあ、このような形になってくるんですね。まあ、抵抗がこうつながれていて、4本のこの抵抗の回路っていうのがこうね、電池ついた回路をこう並列につながっている、まあ、そういうふうなね回路に落とし込むことが可能ということになります。まあ、ではですね、このような考え方を踏まえてね、次の問題に移っていきましょう。
はい、ではカッコリバーです。この発電機の前期電力は8ボルトとなり、抵抗 R オームを流れる電流は2アンペアであると。はい、ただし OP1、OP2、OP3、OP4 の針金のそれぞれの抵抗値を R オームとすると。いうことですね。まずこの発電機の前期電力は何ボルトになるのかいうことですが、4本の針金にはですね、それぞれ中心から外側向きに2分の 1BL の2乗オメガボルト、ね、先ほど求めましたこの誘導起電力の、ね、この大きさの起電力っていうのが生じています。でこれらの正極っていう、正極は正極で、負極は負極で一括して、つないであり、並列連結に、まあこういう形でね、なっているので、前期電力もですね、2分の 1BL の2乗オメガボルトということになってきます。で次、抵抗 R オームを流れる電流を求めてくださいということですけれども、 R に流れる電流を I とすれば OP1 にはですね、 OP1 には、はい、全抵抗、これすべて抵抗の大きさ同じですからね、1つあたり4分の I の電流が流れることになります。したがってこのキルヒホフの第二法則を使って、やりますと、はい、ここからまあスタートして、RI たす R かける4分の I、ですね、マイナス、まあ、RI、プラス R かける4分の I。ね、イコール2分の 1BL の2乗オメガと、はい、まあいうことで、求めることができます。はい、まあもしくはですね、この一周して0ボルトになるという考えでやれば、2分の 1BL の2乗オメガね、マイナスRI、ね、マイナス R かける4分の I というふうにしてもですね、構いません。イコール0と、まあ、いうふうにしても構いません、ね、式変形するとそのような形になりますからね、同じ意味ですからね。はい、ということでこのキルヒホフの第二法則を適用させて立式した結果を I について解いてやると、はい、左辺これ I についてまとめることができますよね。 I かこの R プラス4分の R ということで求められますので、 I イコール R プラス4分の R 分の2分の 1BL の2乗オメガということで、イコール、はい、この分母に関しては4分の 4R プラス R という形になりますね。はい、ということで、計算をしてやると 4R プラス R 分の 2BL の2乗オメガアンペアと、いうことになってきます。はい、では次の問題いきましょう。はい、次はカッコ3ですね。このような発電を続けるためには外から毎秒4ジュールのエネルギーを与えなければいけない。したがって遠離に対して接線方向に平ニュートンの力を加え続けなければいけないと、いうことで法と平求めていきましょう。まずこの回路全体においてジュール熱はどれだけ発生したのかなと、いうのをですね、まあ、求めていきたいなと思います。はい、この回路全体では毎秒、ね、ジュール熱、まあ、いくら発生したかといいますと、
はい、抵抗のジュール熱、こちらのラージ R の抵抗のジュール熱は P イコール I の2乗 R で表されますね。プラス、はい、このちっちゃい抵抗ですね、4分の I の2乗かける R、 これが4つついているのでかける4と、いう形になります。で、これをですね、I の2乗でくくってあげると I の2乗かっこ R プラス4分の R と、いうことですね。で、この I についてはですね、先ほど2で、求めてやりました結果をですね、代入してあげますと 4R プラス R 分の2BL の2乗オメガカッコの2乗カッコ R プラス4分の R ということで、 4R プラス R 分の B の2乗 L の4乗オメガの2乗ジュールというふうに求めることができます。はい、ということで、これだけのエネルギーが発生するとっていうことは、まあ、当然ですね、この外からじゃあこのエネルギーどこから出てきたのという話なんですけど、当然このエネルギーを発生させるためには外から毎秒ですね、これだけのエネルギーをですね与え続けなければいけないと、いうことになってくるわけですね。はい、すみません、これはちょっとジュールパーセックですね、ジュールパーセックワットの単位間違ってます。これね、こちらの単位ワットになりますね、でジュールで書き表すとジュールパーセックと、いうことになりますね、毎秒ジュール熱、毎秒その1秒間あたりに発生する熱量というのはエネルギーというのがこれですよということですね。はい、で外からということはですね、これだけのエネルギーを、どういうふうにして、取り出すのかっていうと、次の次のこの塀の答えにつながってくるんですが、遠離に対して接線方向に、加える力を使ってですね、仕事をさせていくと、ね、そうすることによって、エネルギーを与えていくということになってくるんですね。じゃあその力っていうのは一体いくらなのかっていうのがこの塀の問題ということになります。で、ここでですね、この遠離に加える力を F ニュートン、遠離の速さを V メートルパーセックというふうにしてすると、はい、1秒間あたり何ジュール仕事をするのかという仕事率が出てきます。ね、ということで、この式、この仕事率のこの P イコール FV の式を使ってですね、この F 量を計算していきますと、 F は V 分の P、いうことで、はい、まず V っていうのは、どういうふうにして求められるかというと、これ、A 運動ですからね、運動の式を使って V イコール R オメガですね、V イコール R シータとも言いますが、その式を使っていくと1秒間に L オメガですよね、 V は L オメガになります。なので L オメガ分の1かける 4R プラス R 分の V の2乗、 L の4乗オメガの2乗ということで、 F は 4R プラス R 分の V の2乗 L の3乗オメガニュートンというふうに求めることができます。はい、ということでね、今回の講義はこれで以上にしたいと思います。はい、この回転する導体に生じる誘導起電力を、利用した問題、非常にね、品質の問題になっているので、しっかりとできるようになっておいてください。かなり重要な問題です。今回ご視聴いただきましてありがとうございました。